い、皆さんこんにちは、青島です。今日は2019年11月21日木曜日、 JR 岐阜駅にやってきました。今撮影しているのは、昔名鉄岐阜市内線や揖斐線などで活躍したも510型の電車です。大正15年に日本車両で製造された車両で、丸窓電車の愛称で親しまれていました。平成17年3月31日の岐阜地区の 600V 区間廃止に伴い除籍され、形式消滅しました。その後しばらくの間は、ここから少し北に行った小金公園というところに展示されていましたが、塗装や車体の傷みがひどくなり、補修作業を経て、つい先日の11月16日から岐阜駅前に移されました。岐阜駅前広場完成10周年イベントに合わせて移設されたんですけれども、当日はパレードが行われ、多くの市民や鉄道ファンが訪れました。岐阜市の関係者は、ここを待ち合わせ場所として使ってもらいたいというのを新聞の記事で読みましたが、まあ待ち合わせには使われないでしょうね。個人的には綺麗になって岐阜駅前に展示されるのは嬉しいですが、渋谷にある緑の電車と違って岐阜は人も少ないですし、改札口の前で待ち合わせた方が屋根もあり分かりやすいのではないかと思っています。で、今日はなぜ岐阜駅にやってきたかというと、これから東京へ向かいます。六本木ヒルズにある YouTube スペース東京で行われるワークショップに参加するためです。今話題の NHK 麒麟が来るの上りです。一応岐阜が舞台らしいので、岐阜市も観光 PR に力を入れているわけです。岐阜公園内の歴史博物館の中に大河ドラマ館ができるので、展示物の一部変更など市の担当者は大変なようです。芸能人の薬物問題なんてどこか遠くの出来事のように思っていましたが、こんな田舎町にも影響があるんですね。ご苦労様です。では向かいます。新幹線には名古屋駅から乗車するので、東海道線で名古屋へ向かいます。乗車するのは岐阜駅が始発の各駅停車豊橋行きです。所要時間は約27分で、名古屋まで先の到着です。今回で YouTube スペース東京へ行くのは2回目です。前回行ったのは、確か前所属していたウームネットワークの1周年記念パーティーでした。その時はなぜかウームの事務所ではなく YouTube スペース東京で開催されました。ちなみにこれがその時撮った写真です。懐かしいですね。それ以来になります。別の機会にウームの事務所にも行ったことがあります。同じ時期の開催でしたが、当時はウームネットワーククリエイター向けに月1回の研修会がありました。その頃は所属するクリエイターも少なかったから、そんな研修もよく行われていたのでしょう。その研修で低評価バッドボタンは押されても、アフリエイトには関係ないよと教わったので、そのことを動画にしたら、めっちゃバッドボタンを押されるという悲しい思い出があります。気になる方はリンクを貼っておくので、ぜひ見てください。ですので六本木ヒルズは今日で3回目になります。はい、名古屋に着きました。少し早く着いてしまいましたが、新幹線ホームに移動をします。乗車するのはこちら、13時26分発光520号東京行きです。これに乗って途中の小田原まで乗車します。小田原からロマンスカーに乗るためです。下車駅が品川や東京ではないので、スマート EX の早徳グリーンを使うことができません。普通車の13号車に乗車します。僕は基本、行きも帰りも新幹線は山側に座ります。海側は日の光が当たるのが眩しいからです。山側でも日差しが差し込む時間帯や区間もありますが、富士山が見られるので山側にすることが多いです。YouTube スペース東京で行われるイベントやワークショップは、チャンネル登録者1万人を超えると参加できるようになります。僕は1年前に1万人を突破していましたが、行きたいイベントと僕の予定が合わず、なかなか参加することができませんでした。 YouTube 主催のイベントには初参加になります。
今日のワークショップの内容ですが、ファクトチェックワークショップです。もう少し噛み砕いて言うと、間違った情報の拡散を防ぐためのメディアリテラシー勉強会だそうです。メディアリテラシーとは、新聞、テレビ、インターネットから伝わる情報を理解する能力、または情報の見極め能力という意味だそうです。もう少し分かりやすいタイトルにすれば良いと思うのですが、なぜか横文字に従う人多いですよね。議題はアジェンダ、同意しますはアグリー、意見の一致はコンセンサスなどなど。僕が郵便局に勤めていた頃も、コンプライアンスだのレジュメだのあって、なんじゃそりゃって思っていましたけど、ますます増えているような気がします。横文字文化。はい、小田原に到着しました。ここからは小田急ロマンスカーに乗って東京を目指します。乗車するのはこちら、15時8分発メトロ箱根22号北千住行きです。1日数本ある東京メトロ千代田線直通のロマンスカーに乗車します。使用する車両は MSE6000 型10両編成です。ただ始発の箱根湯本駅には10両編成が入りませんので、箱根湯本小田原間は6両で運転され、小田原で新宿側に4両増結されます。そのため小田原駅には4両編成が留置してあります。 MSE には展望席はありませんが、一番前の席ならかろうじて全面展望が楽しめます。僕は通路側の席を予約しました。小田原から表参道まで全面展望動画を撮影するためです。撮影した動画はまた別の日にアップしたいと思います。今思い出しましたが、前六本木ヒルズに行った際もこのルートだったと思います。はい、霞ヶ関駅に到着しました。ここから日比谷線に乗り換えて六本木を目指したいと思います。ちなみに全面展望動画の撮影は表参道までなんですが、なぜかというと下車が間に合わないからです。メトロ線内は降車する際開くドアが少なく、10号車に乗っていると9号車まで行かないと下車できなかったからです。先ほども紹介しましたが、今日のワークショップはファクトチェックワークショップと言います。クリエイターとして発信する情報が正しいかどうか気をつけましょうという勉強会です。このファクトチェックワークショップ、日本では今日が初めての開催だったそうです。私たちは得られる情報が正しいかどうかの精査が必要になるわけですが、特にネットからの情報は本当に正しい情報かどうかわからないため、その見極めが大事になります。得た情報をどうやって見極めるのか、またその情報を発信する際クリエイターとして気をつけることは何かといった内容のワークショップでした。ただ詳しい内容はお話しすることができないので、これくらいにしておきます。研修が終わった後は YouTube スペース東京の中を見学させてもらいました。スタジオや編集室など登録者1万人を超えると予約して使わせていただけるとのことでしたので、興味がある方はぜひ登録者1万人目指してください。ワークショップは午後8時に終了でした。本当なら東京に宿泊してゆっくり過ごしたいのですが、明日は朝から予定があるので帰ります。21時30分発の光537号名古屋行きに乗車します。最初の予定ではワークショップは8時半終了でしたので、9時半の光号を予約したのですが、8時に終了してしまったのでめっちゃ早く東京駅に着いています。帰りはスマート EX のハヤトググリーンを使ってグリーン車に乗車します。16番が空いていたので A 席にしました。行きと言っていることが違いますが、この時間なら眩しくないので海側でも大丈夫です。リクライニングをしても気にしなくて良いのを優先しました。 Google さんからお土産をいただきました。中身はYouTube スペース東京って書いてあるシールと、
これは何でしょうね。水筒でした。キャップを回転させて外して口をつけて直接飲むタイプの水筒のようです。氷を入れることもできます。いいものもらいました。少しお腹が空いたのでお弁当とビールをいただきます。お弁当は東京駅で買った海鮮弁当です。サーモンとホタテ、エビとカニが入ってます。ビールを飲んだ後ですが、まだ名古屋まで少し時間があるので今日のワークショップのまとめをします。光号なので停車駅が多いですが、23時24分に名古屋に到着します。すぐに東海道線に乗り換えればギリギリ日付の変わる前に岐阜まで戻ってこられます。今の時刻が23時55分、岐阜まで帰ってきました。ということで、東京滞在時間5時間というちょっともったいないスケジュールでしたけれども、六本木ヒルズも行けましたし、研修会にも参加できましたし、有意義な1日を過ごすことができました。夜遅くなっちゃいましたが、ビールを飲んでいますのでタクシーに乗って家まで帰りたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それでは。